ません。しつけの基本、治療につながるしつけの基本、うん、でこれはあの表面でも西アフリカでも、うん、それからハムスターでもウサギでも小鳥でも犬でも猫でもカメでもみんなこう手で食べてる食をね、うん、だけどこれご飯じゃないからほんの少しいわご褒美感覚食べさせる。で手で食べたらとにかく褒める言葉で褒めてあと触ってあげる、うん、これが基本です。でまあ、要はこれは人間がしてほしいことにこれをやって強化するということですね、うん、でそれがまずこれができなきゃ手で食べる褒める。でそれができたら3つやってほしいんですけどそのうちの2つね名前がついてるじゃないですか、うん、名前を呼んだらアイコンタクトで最初からアイコンタクトはしないからもう手にのっけとで名前呼んで無理やり目と目合わせる目と目が合った瞬間にご褒美あげて褒めてあげる。だから手から食べればできそうですよね、うん、で次が短い距離で食べ物を見せといておいでっつって来てくれたら食べさせて褒める。でこれが例えば 100% ねおいでが来るようになったらご褒美は2回に1回です、うん、だけど褒めるこういう言葉で褒める体を触ってあげれば毎回、うん、で最後グレードトレーニング。ここまでやれるともっといいんだけどね、まあ、まずはここまでできないとトレーニングは難しいんですけどハウスって言ってハウスができる。うーんこの2番ができると結構できるんですけどこれがハウスをしますからね、まあ、扉を落としておいでっつって来たら食べさせて褒めてあげる。じゃあこの子が見てる前でちっちゃなお皿に食べ物を入れてこの子に分かるようにハウスの技術の近くに。でここで 2,3 秒待たせるすぐじゃなくてね入って食べたい気分が高まったところでハウスを作ってくる、うん、そうすると、まあ、どっか行っちゃうかもしれないし、うん、入って食べるかもしれないですよね。入って食べてくれたら今日もう一回そこで少し食べたいと思います。どっか行っちゃったらもう一回おいでからやります。でそれができたら今度は食器の位置を同じようにして食の位置を真ん中辺ここの辺に置いて数秒待たせてハウス。で最後は何にも置かないで数秒待たせてハウス。できたらハンドフィーディング。ちょっと一回洗って、熱々がついてる。というのがしつけの基本。で、今薬飲んでるでしょ。だからもしやれるんだったら、ここをやってほしいんだよね。おいでしてご褒美あげて、薬飲ませて、終わったらもう一回食べなさい。ただ毎日食べないからね、これができる時とできない時あるんだけど、でも、やれたほうが絶対治療はやりやすくなると思いますから。